はい、本日はですね、2年ぶりの質問コーナーをやっていきたいなというふうに思います。つい先日ですね、YouTube の方で僕に質問ありますかと、あとインスタの方でも質問ありますかということで、質問を、募らせていただいたんですけども、その際にですね、皆さんから質問いただいて本当にありがとうございました。今日はね、それについてお答えしていこうということで、ちょっとまだ僕質問の内容を全く見てないんですね。で、このカメラのちょっと横に嫁がいてるんですけど、その嫁が全部質問を握ってくれてます。で、その質問をですね、一つ一つ言ってきてくれるので、それを僕がこの場でお答えしていくということで、もしかしたらね、答えがまとまらないかもしれないんですけども、まあ、その辺は多めに見ていただければ嬉しいななんて思いますので、まあ、ざっくりちょっと今日はファッションとかじゃないんですけど、まあ、質問コーナーでね、いろんな質問があるのかな、ゆぶどうさん、ね、ファッション以外にもあるんかな、はい、そういうのをね、お答えしていこうかなと思いますので、本日の流れとしては、今日は質問何個くらいありますか。わかんない2、30個くらいかな。そうだね、2、30個くらいざーっと答えていって、まあわからないところは嫁にも相談しながらね、お答えしていこうということでお願い、いきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、でね、もし仮にそれあかんでっていうところとか、とこはそこでピー入れてって言って、ほんならピー入れるから、はい、ということで、基本的には取り直しを行わないというスタイルでいつも通りいきたいなと思いますので、まずは1問目からよろしくお願いします。新たな企画は何か考えてますか。動画ということかな。そうじゃない、はい、一応ですね、まあ、動画の企画っていうのは今現在あるのがファッションレビューするやつでしょ、で Vlog で夫婦で出かけるやつでしょ、ほんで平凡な一日最近撮れてないけど、また平凡な一日も撮りたいなと思ってる。でキャンプ動画、まあ、この辺が今柱になってるんですよ。で柱になってるけど、まあね、追加でなんかまた旅行もね、行きたいなと思ってるので、旅行はね、コロナが落ち着いたら旅行 Vlog もまた出してるやろうし、なんかそういう買い物動画なんかもまた入ってくると思うんですけど、まあ、ちょっとコロナで制限されてるから、まあ、ちょっと少なかったんですけど、またやりたいなと思います。で実イベントみたいなのはポップアップ今全国回ってて、大阪終わって愛知で、まあ、関東の方行ったり札幌行ったりする予定なんで、まあ、それは今年ちょっとなやろうかなと思ってます。ちょっとなやろうかなと思います。来年は来年でまたちょっと別の、ね、イベントを企画しようかななんて思ってますので、また今年はそんな感じで、まあ、とりあえずまだ終わってないから それをちょっと走り切ろうと思ってますので、はい、また Vlog とか関係がちょっと幅広がるんちゃうかななんて思ってみてくださいというのがまず一つ目です。では次お願いします。はい、黒髪には戻さないのですか。はい、ということで黒髪ですよね。まあこの髪の毛情報誰が興味があるんだというところなんですけども、しません、黒髪にしません。インスタライブとかしてほしい。あ、インスタライブですね。インスタライブはまた何かタイミングがあればしようかなと思うんですけども、じゃあ次、いらないものでプレゼント企画お願いしたいです。なるほど、まあ、物はね結構もうこれお見せできないんですけど、この裏がすごいことになってるんですよ。まあ、もちろん服以外もいろんなものがねあったりはするんですけども、まあ、プレゼント企画するにしてもですね、結構また使うものが多いんですよね。だから皆さんから見たらこんなもんいらんもんばっかりやんけ、ジャケットも山ほどあるやんけと思われるかもしれないですけど、意外とまだまだ動画で使ったりするので、ちょっとその辺は勘弁してくださいということでね、僕のところにたからないでくださいというところでもよろしくお願いします。では次。はい、次、動画編集の仕方の動画を上げてほしいです。はい、動画編集はですね、僕独学でやってて、しかも何やったらちょっとクオリティが動画編集内の中では低い方なんですよね。だから僕の動画の編集なんか見んとファイナルカット編集方法ってやったら YouTube 結構出てくると思うので、まあ、それの方がめちゃくちゃいい映像作れると思うんですね。僕もそれ見て勉強してるので、まあ、それを見てください。次。はい、次、私服紹介の予定はありますか。私服紹介の予定、まあ基本的にはこの動画で撮ってるスタイルって大体毎日こんな感じよね。まあ確かに T シャツ無地 T 着てるっていうことが多くて、まあたまに柄シャツとかナスなった着るけども、基本無地が多いよな。そうだね、無地ばっかだね。であんまり服を考えたくないんで、毎日これあれ着たいこれ着たいって考えたくないから、もう大体2セットあって、今日これ着て明日これ着る、でそれがまたこれが明後日になるみたいな感じで、こう2パターンをずっとくる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 回してるだけなんで、まあ、基本コーディネートなんて目いっちゃってた今、まあ、ちょっと映像見ながらな、これ見えてるんかなと思ってくるくるくる回してるだけなんで、そんなにファッションは特に僕はあんま疎いんでね、ファッションに疎い方なんで、ちょっとよくわかりません。そうね、はい、じゃあ次いきますよ。はい、年収おいくらですか。年収はですね、これはですね、まあどうせ言ったところで P が入るんでしょうね。そうだね、入りますよね、うん、入りますね、はい、だから、まあ、言って別にいいことないしね。そうだね、だからあれなんですけど、まあ前も2年前にもちょっと月収の話されて、まあ、教員の時よりはもしかしたら稼げるようになったかもしれません、うん、みたいな話して、うんうん、でまあなそれよりかは上がってると思います。そうだね、はい、はい、
じゃあ次。はい、次。お金の話は次。ノースの300。お金の次、話はセカンドでしてるんですよ。うん、ああ、そうか、そうか。だから、もし興味ある方は、そっち見てもらったら、多分その方は知ってると思います。うんうん。はい、そうね。はい。はい、じゃあ次。ノースのサミットシリーズ復活してもらいたいですか？あ、サミットシリーズ？うん。まあ、マジで来いひんからね。結局はさ。じゃあ復活してもらいたいか、たくないって言ったら？どっちでもいい。どっちでもいい。はい、あんまり興味ない。そうか。すいません。はい。次。次。スキンケア系の紹介とかしてほしいです。美容系 YouTuber か。スキンケアは特にこだわってないからね、うん、でも結構こまめにペチペチしてるよね、うん、ありがたいことにこの間ポップアップでも肌綺麗ですねって言ってもらって、うん、あらそう、うん、よかった、ね、いや家ではディスられてばっかりなんでおじさんの肌なってきたなって毎日言われ続けてるから褒められることないんですけどポップアップで褒めていただいて本当ありがとうございました。よかった。化粧水と乳液ぐらいしかしてない、うん、そうだね、うん、絶対あの朝晩ね、そう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 、乾燥はさせへんようにしてます美容系として。誰が興味あるのかな。次。はい、次。先生に戻ろうと思う気持ち、あ、先生に戻ろうという気持ちは現時点で何パーセントでしょうか。いやでもこの可能性はずっとあんねんな、うんうんうん、自分の中では、うん、ゼロになったことは一回もなくて、うん、これからもう多分ないと思う、そのゼロになることは。あ、ゼロ、ね、先生っていうのはもうどうでもいいとはならんと思う。まあいつか何か戻れたら戻りたいけど向いてないっていうのが、その俺の意思は戻りたいけど能力として向いてるかってやったら向いてないから、それってさちょっと悲しいとこや。接客したいけど接客を向いてないみたいな感じで、俺は先生になりたいけど、うん、能力がないというところで、まあ現場から求められてない。ひどい言い方するとね、ちょっとズギンと自分で言うと来るんだけどね。まあまあそういうところかなと思いますので、戻りたい気持ちはある、うんうんうん、求められてない、ない、それだけ。はい、残念。次。はい、次。このシールが欲しい。多分インスタのあれだね。あのビックリマンチョコのやつかな。うんうんうん、うんうんうん、ビックリマンチョコのやつ、あれはあのパーカーとデニム買っていただいた方にはつけさせていただいてますし、まあそれ以外にもあのポップアップで次名古屋でやったり横浜でやったりするのはあの嫁蔵とコラボで一緒に写ったりしてて、大阪やったらなんかあのグリコ食い倒れ人形の格好したり、愛知やったらその着物着て名古屋城の前でおったりとかみたいなのあるので、またそれはね無料で渡させてもらってるので、また遊びに来てくださいって待ってます。次。はい、次。ポップアップはクレジットや電子決算可能でしょうか。もう多分全部対応してるんじゃん、レジ係の。そうだね、この前クイックペイ初めてやったよ。ペイペイとかも全部やってるしな、うんうん、もう全部多分現金以外もクレジットでもペイペイとかそういう系も電子決済もいけるし、うん、みたいな、うんうん、全部いけるな、いけますほとんど、はい、お待ちしてます、はい、お待ちしてます。はい、次。財布買ったんですけどクリップのところで革にめり込みますか。あ、どうやろう、多分言ってるとこ分かった、多分ここのこと言ってんねんな、ここがちょっとめり込んでるの分かる、はあはあ、でもこれは確かにめり込むね、うん、っていうのもクリップが硬いからその札を落とさんようにしっかりガチって止まってあるから、どうしてもなここの後はノックついちゃうんですけど、まあそれも味やと思ってね、楽しんでいただければ嬉しいかなと思います。僕は味やと思って楽しんでますので、まあ、こういう時に味っていうの便利な言葉を使わさせていただこうと思います。味です。次。はい、次。好きなアニメはありますか。代わりに言ったら俺ないから。ね、たくないもんね、全くないから。アニメ分からん、分かんないですね、からん、申し訳ないです。次。はい、次。筋肉は最高のおしゃれでは。確かに T シャツとかやったらな、ね、特に、ね、僕もねほんまはね、マンツーマンでこういうあのジムみたいな、嫁が最近行き出したんですけど、こういうエクササイズみたいなボクシングの、とこ行ってるんですけど、僕もほんまやったら行きたいところなんですが、今はちょっと仕事が忙しいという言い訳をして嫁だけ行かして僕は行っておりません。で、またもしかしたらこの12月ぐらい、今年の年末ぐらいに下着を出そうかなと思ってるので、その時にはモデルとしてバキバキにしようかななんて思ってるので、もしかしたら筋トレするかもしれんけど、言い訳してまたせえへんかもしれません。その時はモデル雇うかもしれません。以上。はい、次。座右の銘は。俺分からんから何やと思う。え、分かんない。そんなの座右の銘って意味分かる。分かるよ。どんな感じを意識してそう、人生において。他人に興味なし、他人に厳しく、人に優しくとか、そういう感じ。自分にも厳しいし他人にも厳しいもんね。英語とないやないか。まあでも自由じゃ、縛られたくないからさ、自由に生きよう。だってあのポップアップの時もほんま自由ですねって言われたもん。うん、いい意味で言ってくれたかな。いや、あんまり意味じゃなかった。笑ってたからずっと。バカにしてんの。まあそれも嬉しいけどな。まあ確かに、座右の銘今度考えとこっか。うん、あんまそんな意識したことない。そうだね。おしゃれとは、はい、じゃあ次いきます。はい、おしゃれとは。おしゃれとは自分の肌の色を、体型が分かってること。
それが分かってへんかったら、めっちゃええ服着てめっちゃええ格好してノースフェイスだらけになっても自分の顔の形と体型に似合ってんかったら何の意味もないやん。これでも女子はさえて見てるやん。男子って物単体で結構見るから似合ってるとか似合ってへんかじゃなくて、これがかっこいいから買うみたいな。で着てみたら似合わんけどこれがかっこいいから着とくみたいになっちゃうやんか。だからそれは俺もやっぱ男子だからその感覚あんねんか、うん、極力自分に合う色、肌の色に合うとか、うん、だからそのパーソナルカラーとか自分も秋のパーソナルカラーとか言ってるんですけど、まあ、そういうのを極力自分に合うような形とかやってます。だから顔長いから首元あんまあかんように、うん、首元開くともっと長く見えるから、うん、極力締まった襟の方が合うとかっていうのも自分の体型に合わせて、うん、次もうまともに答えたな。次、うん、次キャンプ動画見たいです、要望。ありがとうございます。多分この質問いただいてからキャンプ動画出してると思うんだけど、うんうん、まあ、またね月に1回か2ヶ月に1回ぐらいは定期的に夫婦で行こうかなと思ってまして、まあ、その都度新しい料理挑戦してみたりとか、なんか新しいギア挑戦してみたりとか、何やかんやしようかなと思って、まあ、場所もね新しい場所に行ってみたりしようと思ってますので、また楽しみにしておいてください。次、はい、次、今年はサーフィン行きますか。今年はサーフィン行きません。行かないんだ。行かない。いやほんまにこれはボクシングと一緒やねんけど、マジで行く時間ないね。あ、こう言い訳やねんけど、ほんまに時間ないね。まあ確かにそうだね、ないね。ちょっとまあ今年は厳しいかなと。だから来年2022年今年の東京オリンピックでめちゃくちゃ盛り上がってサーファーが激増してる中に俺飛び込んでいくわ来年。で赤ちゃんなの、まあ、で次、はい、次、これはまあいいか、飛ばそうかな。一回質問してみて。国民年金は払ってますか。払ってるよ、めちゃくちゃ払ってるよ。国民年金バッチリ払ってるし、なんやったらそれ以外にもあの積み立てとかもちゃんとしてるから、これは聞いてどうするんだろうっていう。はい、そうですね、やってますね。はい、じゃあ次、ワクチン受けましたか。ワクチンは打ってません。まだ打ってないね。てか案内すら来てないしね。そうそうそう、まだそんな案内が僕らには来てなくて、うん、まあ、僕はねこうやってあの社会と孤立してるからそんな案内来ないんですよね。だから来ないまま誰とも会ってないから、そもそも感染するリスクもないということでやらせてもらってますので、では行きます。次、 YouTube 以外で何かしてるのですか。 YouTube 以外で収入ってことかな、それも仕事ってことかな。なんかでもまたなんか違う質問で、収入源何がありますかっていうのがあったよ。これもあのセカンドのメンバーシップの方でお話しさせてもらってるんですけど、うん、まあ、YouTube 以外も実はありますみたいな、うん、YouTube が本業でもあるし副業でもあるみたいな感じで思ってます。はい、じゃあ次、まあ、これも過ぎちゃったかな、わかんないけど、ポップアップ日曜日でもステッカーもらえますかね、品切れの心配。あ、大丈夫だと思います。一応各場所あの今ステッカーは作ってるんですが、うん、まあ、そんなめちゃくちゃ多くない限り、うんうんうん、普通に渡せると思います、うん、だからもしなくなったらあのインスタとかで言いますので、はい、もうなくなっちゃいましたみたいな、うんうんうん、はい、ということでお願いします。では次、はい、次、YouTube はいつまで続ける予定でしょうか。ですね、一応2024年まではやりたいなと思ってます。っていうのも2024年が今から3年後で、うん、僕ちょうど35歳になるんですね。お、35歳になったらですね、うん、そろそろちょっとシワも出てくるしシミも出てくるから、うん、これはちょっとカメラの前でふざけた話してる場合じゃないぞということでね、まあ、そこまでちょっと頑張っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、あのほんまの理由言うとそこが一番広告費高いね。うん、だからそこまではやろうかなといういやらしい話なんですけど、本番話言うとそれです。だから2024年までは頑張りたいなと思います。で、応援してください。はい、応援してください。次、次、防水リュックのおすすめありますか。できれば塩の多めがいいです。ブラックエンバーじゃ、俺持ってるやつあれ防水やから、いつも使ってるやつ。そう、あれが防水やからおすすめで。次、おすすめの映画はありますか。おすすめの映画はみんな結構ショーシャンクの空にとかって言うやんか、脱獄のやつな。はい、はい、俺あれ全く分からんねん。こういうやつでしょ。そう、いいとは思うねんけど、なんかなんでそのナンバーワンに行くまでいいかが俺には全然分からへんねんな、うんうん、でそれ以外に逆にめっちゃ評価の低いアマゾンでめっちゃ評価 2. 何ぼとかの映画あるやん、うんうん、何が悪いか分からんねんなみたいな。だから多分みんなと意見っていうか感覚合わへんねん。めっちゃいいって言われててもこの辺やし、うん、めっちゃ悪いって言われててもこの辺やから、うん、どれ見ても普通やね、うんうん、あ、面白かったなって思えんねんやんか、うんうん、どれ見ても良かったなと思えるから、うん、めっちゃ悪いとも思わんし、うん、めちゃくちゃ思わないとも思わへん。よかったなって思って。今同じことに書いた、めっちゃいいとも思わないしってことね。そう、うん、めっちゃ悪いとも思わないってことね。はい、はい、なかったですね。
次、物事を選択するときに一番大切にしていることは何ですか？適当なことやったら感情やろ、うん、もうその時の例えばラーメン食いたいか何食いたいかって迷ったら、うん、もうその感情を真っ先に優先する、うん、距離とか関係ない、うん、し大事なことやったら、うん、今どっちをやった方がいいかを考える。だから俺が今やりたいかじゃなくて、うん、どっちをやった方がまあ意味があるとかを考えるかな、うんうんうん、だからめんどくさいと思ってもそれの方が意味があるんやったらすぐやるし、うん、めんどくさくなくても意味がないんやったらやらへんしみたいな感じで、うんうん、確かにそんな感じだね。はい次、はい次、タバコ吸ってますか？ちなみに僕も吸ってます。僕もってことはもう吸ってる前提で話されてるねまあこの顔でこのちょびひげやったら大体吸ってるっしょっていう感じで来られるけど、僕は吸ってなくて、まあ、もうやめて4年ぐらいになるんですかね。そうだね、もう経つね。もう全く1本も吸ってなくて、飲み会とかでも全然吸わんくて、うん、あの飲み会の時だけ吸うというめちゃくちゃなんかこう便利な体の人ってたまにおるやん、うん、おんねんか、うん、飲み会の時だけ俺吸うねんみたいな、酒と一緒にみたいな、そう酒の時だけ俺吸うねんみたいな便利なタイプの人、うん、俺もそういうのじゃなくて、うん、もう逆にやっちゃったら止まらんくなるから、やっちゃったそうもう吸い出したらもう止まらんくなるの分かってるから、もう完全にやめてる、うん、もうどんな誘惑が来てもやらへんっていう、今はねそんな感じでやってるんですけど、まあなんか来たら、まあ、またやるかもしれない、はい、次収入源は何ですか？あ、前さっきのやつ、うん、まあ、セカンドでも言ってんけど11個一応あるって言って YouTube も込みで11個あるんですけど、まあそのうちの一つが YouTube ですみたいな。だから収入源って言われたら、まあその11個が今のとこはあるけど、まあまたそれもな、家族もおるし、もしかしたらいずれ子供もできるかもしれんから、やっぱ安心させるためにもっと増やしてはいきたいなと思ってますみたいな話はセカンドでもさせてもらったんですけど、まあ30までできたらさ、収入源30個あったら毎日給料日やん、うん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 、それやったら、まあ、安心できるんちゃうかなとは思ってる今のところ。はい次、はい次、レインボーサンダーの取扱店ってどこですかね？試着がしたくて。これ今実はなんかこの間パッて視聴者の方から聞いたんですけど、今なんかアメリカからの輸入がコロナでできんらしくて、レインボーサンダルってアメリカなんですけど輸入できひんから、もう全然今国内にある在庫だけでもこうやってるらしいんですけど、そうなってくるともうどこも品切れ状態らしくて、まあ、コロナが落ち着いたらその輸入されるらしいんですけど、今はなんかなかなかないって言って、まあ、オンラインやったらギリ買えるんかもしれんけど、店舗にあるとこって多分結構少ないんかなと思います。だからちょっと試着難しいってことですかね。かな、まあ、できたら買うの決まってんやったらオンラインとかやったら今さ、サイズ交換タダとかあるやん、うんうんうん、まあそんなんでいいやろうけど、買うかどうかを迷ってるんやったら今は買う方がいいやろうな、うんうんうん、はいと思います。はい、じゃあ次、ルイスレザーは手元に届きましたか？まだ届いてないですね。ね、まあこれせかすんもあれやからな、まだすかって言ってます。確かに確かに。ちょっとおとじいさんまだすかって言ったら、おとじいさんでちゃう。お前慣れ慣れしいなって言われる、うん。だからあれやけど、ね、うん、だからまあまだちょっと来てないんですけど、うん、まあ黙って待っといた方がいいからさ。そうね、まあ今は黙って待ってるんですけど、ね、また届き次第、届きましたぐらいの報告はするかもしれん。うんうんうん、あれはちょっとなオーダーするからさ、うん、人によって形が違うから、うん、なんかレビューしてどうなんかなと思って、そう迷ってんな。でも買ってよかったで紹介するぐらいかもしれんかなっていう感じ、うん、はい、次、じゃあ次、最近チャンネル登録させていただきました。なぜ教員を辞めたのですか？まあ遡ってもらったら分かると思うし、まあ、隠してもないから言うことなんですけど、うん、まあ、僕はうつなって教員を辞めて、ちょっとこれどないかしゃあかんなー言うて、これどないもできひんでーって、今月からマジゼロ円やでーって嫁と言っててもうパソコンピッカピカの MacBook 20万円買ってもヒヤヒヤしながらこうやってキーボード押してブログ立ち上げて YouTube やったのが初めやな。そうだね、ほんまにセンス辞めてから全てがスタートして、センス辞めた時も何の保証もないし、うん、なんか次 YouTube で稼げるとかいう保証もなくて、まだチャンネルすらなかったから、うんうん、まあ、そこからやっていったっていうのが3年前という感じなんで、まあ、鬱で、先生は辞めました。じゃあ次、はい、はい、今年のバルトロのカラーはいつくらいに分かるんでしょうか？いやもう分かってる、うん、今もう出てるで、で予約も始まってる、そのスポーツ店でな、うん、ノースフェイスではやってないんですけど、スポーツ店取り扱いのスポーツ店とかではもう予約が今やってて、もうカラーっていうのももうバン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 発表されたりしてるんで、うんうん、それはまた僕がよく見てるサイトみたいな、また下に雇った映画、うん、それを見てもらったら、まあ、新着情報は、うんうん、まあ、このチャンネルは基本新着情報をしゃべるチャンネルじゃないから、まあ確かに新着情報を知りたかったトムさん、ね、まあ、そこへ行ってもらったらいいと思うんですけど、そうだ、ね、はい、もうカラーは出てると思います。はい、じゃあ次、はい、ファッション代は月々いくらですか？一応予算では毎月30万は取ってる、うんうん、だから
年間で言うと400万ぐらいは、うん、まあ、使っても問題ないっていうようにはしてるんですけど、やっぱ夏場ってそんなに単価が高くないから、うん、T シャツって言ったってまあ1万とかぐらいやし、うん、まあ、ハーフパンツとかって言ったら知れてるけど、うんうん、冬場だったらダウンってなったら10万とかしてくるから、うん、10倍ぐらいしてきたりするんで、まあ、一概に毎月30万ではないんですけど、その夏場に低い分、例えば10万とかしか使わんかったこの余りの20万は冬に持っていくんで、冬場にまあ80万使う時もあるし、まあ、トータルで見たら400万ぐらいっていう感じでは見てます。まあ、これは遊びでやってるんじゃないからさ、まあ、まあそうだね、はいはい、まあ、遊びに見えるとは思うんですけどまあ半分遊びじゃない遊びやけど、まあ、遊びじゃないって言ってる方が仕事っぽく見えるじゃないですか。だから一応そういうふうに偉そうには言っております。はい、じゃあ次、やるせないときはどうやって立ち直りますか？やるせないときはですね、まあ、嫁さんも知ってるんですけど、僕マジで無言になるんですよね。で、無言になって誰とも喋らんくて、誰にも相談せんくて、自分で消化できるまで考え続ける。でもめちゃくちゃ考えて、もう落ちるとこまでグワって落ちて、よし、これより下はない、行くしかないって言っても上がっていくだけっていう感じにするんで、うん、まあそんなんが多いかもしれない。あんま相談せへん。そうだね。そんなもう何日間も落ち込むってことないよね。まあないないない、わりかし早く落とす、うん、自分で、うんうん、はい、じゃあ次、自分相手にイライラした時ってどうしてますか？そんなイライラしないよね。せえな。もしかしたらですね、あんまり自分にイライラもせえけど期待しないかもしれん。だからイライラせえへん。こんだけやってほしいと思ってさ、お願いするやん、やってくれんかったマジでと思うけど、そもそも期待しないなんかそれは逆に悲しいわ。もうこれぐらいでいいというかまあまあそうだね、うん、なんかそんなに相手にも期待しないし、もちろん自分にもそんな期待しなくて、まあ、当然こんなもんやろみたいな、うん、俺やったらこんなもんやろしか思ってないし、相手もさ、うん、ちょっとおいしゃすって言ってるけど、うん、まあ別にこれぐらいやってくれたらいいなぐらいしか思ってない。だからそんな多くを求めてない、別に。確かに確かにそうだ、ね、だからイライラあんませへんかもしれない。してないね、うん。家建てるなら理想はありますか？あ、僕はあんまりないんですけど、まあ、ガレージがそれこそ欲しいなと思ってて、うんうんうん、そのガレージにキャンプ道具とか置きたいし、バイクとか車とか置きたくて、うん、まあ、そういうちょっと集まれる場みたいな、男が集まれる場所みたいなのは欲しいなと思うんですけど、うん、へえ、いいね。そしたら視聴者さんとさ、まあ、ちょっとしたオフ会とかもこのガレージでやるかみたいなのもできるやんか。いや、バレバレやん集まっちゃうね。まあ、別荘、別荘ね、別荘、別荘ねどんだけはい、すごいね。はい、じゃあ次、時計はどこのが好きですか？時計つけないんでね。そうですね、うん、アップルウォッチは嫁つい最近買ったんですけど、僕はほんまアップルウォッチも通知来られたら邪魔くさいんで、こんなん喋ってる最中にピロンって来られたら気散るんで、もう極力あんまつけんようにはしております。うつって薬の副作用とかで悪化すると自分は思いますが、拓蔵さんはどう思いますか？僕は薬合ってる方かなと思います。そうだね、合ってない人はなんか合ってないでしんどい人もいてあるから、うんうんうん、まあ全員とは思わんけど、うん、僕は合ってるかなと思います、うん、はい、そうね、うん、はい、次、拓蔵さんはタバコをやめられたんですか、スモーカーですか？先の質問ね、うん、4年前からやめてます以上、次、はい、次、大阪キャンパル行きました？アウトドア専門店行きました。何回か行ってて、あ、こんな感じなんやみたいな。ちょうどいい広さだもんね、うん、ちなみについ最近買ったのこれ買いましたよ、言って、これ焚き火用のグローブなんですけどね。また買ったんだ、うん、これグリップスワニーかなんかっていうアメリカのやつやんだけど、まあ、それをあの買いましたよっていうのが、これ最近のキャンプグッズです。次、アンパンマンみたいな手袋だね次、はい、次、次々の動画予算はどのくらいですか？あ、それがさっき言った30万、うん、ファッションだけだと、でもトータルか。いや、だからカメラとかも買う時もあるから、そんなん入れたりしたらもうちょっと高いかもしれない、うん、服代は30やけど、うんうん、まあ、それ以外にも例えばカメラ買ったり照明買ったりマイク買ったりすることもあるから、うんうん、まあ、その月々によって違うんですけど、だいたい多くても10ぐらいまでにしはしてる。だから合計40ぐらいかな。お得買わない月もあるしね、そういうの、うん、で買いだめる時がある、うんうんうん、バーって20万30万ぐらい買う時もあったりする、うんうん、まあ、いるからな、それはしゃあない。まあまあ確かに仕事道具だからね、うん、仕事道具仕事はい、じゃあ次、あ、これは感想ですね。いつも動画楽しみにしてます。ありがとうございます。次、はい、次、今気になってるアニメありますか？わかりません。次車中泊はまたやりませんか？今のご時世なかなか厳しいと思いますが、また見たいです。あ、そしたらまた頑張りたいなと思います。ありがとうございます次、アンチから嫌がらせされたりしますか？いや、嫌がらせはないかな。別に家とかも来られることないし、うんうんうん、なんか石投げられたりとかさ、変なポスター貼られたりしたこともないし、うん、ナイフで脅されたこともないから、まあ今のとこはないかもしれない。結構良識ある人しか会ったことない。確かに。でもおるとは思う、うんうん、そのどっかに潜んでると思うし、うん、たくそうやって思われてるかもしれんけど、うん、直接的な被害は今のとこない。ないね。
ありがたいことこれからも被害はなしでよろしくお願いします次はい次ノースのおすすめのロンティー教えてほしい。ロンティーはノースじゃないんかな。でもノースがいいんやんな多分な、その人はな。うん、まあちょっと考えておく。分からんわ、うん、でその時期になったらねまたねまた時期見てもらったら、うん、秋とかぐらいになったら動画出すと思うんで、はい、じゃあ次拓造さんコロナワクチン打ちますか。通知来てない来てない来てないからね一人ぼっちやから来てません来てません次、はい、次ノースフェイスの品揃えの良い店舗はどこになりますか。やっぱ大きいとこやろそら、うん、それがどこってことなんじゃない。でもそれでも各県によって違うもんね。そう俺だってそんな知らんし店舗、うんうんうん、だから大きいとこやったら例えば静岡のとことかでもさちょっと大きいとこがあったりとかするやんか、うんね、でそれ以外にやったら長野やったら長野白馬のとこでさ、うん、スキーグッズがメインやんだけど大きいとこがね日本で一番スキーグッズって白馬のとこやん、ノースフェイスな、うんうん、ってなったりするし、まあ、何を揃えるかよな。ちょっとこう街っぽい感じがいいんやったらやっぱスタンダードとか行った方がいい、うん、ノースフェイススタンダードとかがあったりする。だからそのお住まいの県を見張った方がいいと思う。そうね、うん、俺沖縄とか知らんし確かに九州とかも知らんし金沢この前行ったね、まあ、九州も行ったことあるけどな、うん、あるんだ九州のノースウェイスとクライムとったやん。行った行ったけど、まあ、全部は行ったことないから知らんな、まあ、確かにそうね、うん、じゃあ良いかな、うん、はい、じゃあちょっとまあ調べてもらうっていうのが一番いいかなと思います、ね、僕に聞くより、うん、そうね次、はい、次、面接試験で緊張してしまいます。どうしたらいいですか。あのねこれは安心してほしいなと思うのが僕はあのアルバイトの面接20個ぐらい落ちてるんですよね。だから面接は落ちるもんやと思って僕はいつも言ってたんでまあ僕より落ちる人ってあんまおらんと思うからまあ最悪あかんってなったとしてもあ拓造も落ちてんねんやから、まあ、別にええかとあいつほどは落ちてないやろうと思ってもらったらねちょっと気楽にいけると思うのでまあそんな感じで言ってください。僕はあの就活もしたことないしねアルバイトの面接20個落ちてるやつが就活受かるわけないからね、まあ、そんな感じで面接はあんましませんのであの僕はあんま苦手なんでちょっとあのこれぐらいにしておいてください。次、はい、次最近のおすすめアイス。アイスかアイスそらあれっしょハーゲンダッツのストロベリーチーズケーキ期間限定はいじゃあ次夏は短パンコーデが多めですか。もう短パンしか入れない、うん、短パンしか入れないずっとな財布特集あ持ってる財布、うん、めちゃくちゃあるで家に確かに、うん、だからめちゃくちゃあるわ中身は入ってないありがとうございます、はい、次、はい、次おでこの広さ。おでこ広いからな、うん、ちょっと測りたいね。 iPhone 12 Pro で、うん、リンゴのマークの真ん中ぐらいだね。結構なんか上からリンゴのマークの真ん中ぐらい、うん、何センチあるか分からん、うん、まあそのぐらいだね。長いです。次長蔵です。次次トーンアイランド買って紹介してまた調べてやります、はい、次おすすめの本ありますか。本は俺小説とか読まんからもうマーケティングばっかりなんですよね。なんかマーケティング系のビジネス書ばっかりやから、ね、まあ、興味ない人は全く興味ない、うん、そんなんが家にあるな。そうだ、ね、まあ、洋服とファッションとマーケティングばっかり、うんうん、子供は作らないのですか。まあ、やりたいことはたくさんあるからね。どっちにしても今年は無理なんですけどまた来年は来年で旅行とかまあまあもう頑張ったな行ったな楽しかったなって思ったんやったら作ろうかってなるやろうし、うん、うね、まあ、今はそんな感じです。だから作ってもらったら困るとかいう感じになってますもっとレザー小物作ってほしい。はい、またキーケース今近々作ってやってるんですけどキーケース以外もまた何か要望あれば作ろうかなと思ってます、うん、はい、次バイクは注文しましたか。バイクはね、まあ、注文していきたいなと思います。はい、レベル 400? あ、バイク？うん、多分前言ってたんですけどそのセカンドでねあの 400cc のバイクやったらこれ買おうと思ってる800やったらこれ買おうと思ってるって言ったんですけどレベルではない。レベルは嫁が欲しいやつ免許持てんのに欲しいって言ってるんですけどだからレベルではないです。はい、次中型免許ってどのくらいの期間で取れましたか。僕は通ったんですけど1ヶ月ぐらいで多分取れたと思います。で大型は2週間ぐらいで取れたかなと思います。はい、次トークが面白くていつも動画拝見しています。へ、元年生まれですが同い年ですか。そうですね、平成元年やったら同い年でやと思います。教員をやっていた頃の経験で今のお仕事に生かされていることは何ですか。何もない一から全部勉強したしこの今照明とかねこのマイクとかあとカメラとかも全部そうなんですけど一から勉強した。もう MacBook も買って電源の入り方も知らなかったからさ、うん、もう一から勉強したから生きてることって言ったら何やろうな。人前でおしゃべりする人前じゃないのこれカメラの前そうや、ね、だからカメラやからまたちゃうねんしゃべりが。そうか、人前でしゃべるときってもっとゆっくりしゃべらないと伝わらへんねん。確かにでもカメラのときは早くしゃべらなかんねんか、うんうんうん、みたいなのもあったりするから、まあ、生きてることはまあほぼない。もしかしたらあるかもしれんけど、うん、自分の中では分からん。
じゃあ次、で、ごめんごめん、動画編集のアプリって何使ってますか？ファイナルカットプロです。次、はい、次、今年のバルトロの入手の仕方いつ頃からなのか、去年は買えなかったので今年こそはと思ってます。わかりました。また新着情報 あのバルトロのやつのブログサイト下に載せておきますので、そちらからご確認ください。僕もそれから見てます。ゴールドウィン工場見学にぜひ富山へ。あ、富山にあんねん。そうそうそう、ゴールドウィンな、うん、でもゴールドウィンの工場に行ったって、うん、基本海外で作ったものをここに載せるだけやから、うん、作ってるわけじゃないね、うん、あそこで。あそこはその工場って言っても、うん、多分もう出来上がったものが集まる工場やね。何してんのじゃあそこは。だからその物流みたいなもん、その段ボールに入った状態で送られてくる、海外から、うん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 、もう基本全部海外製品やから、それさ、うんうん、海外のやつが送られてくるから、工場見学しても段ボールの山しかないねん、うん、だから見学って言うと家でみんなが思ってる見学じゃないねん。あ、そっか。メイドインジャパンちゃうから。30代後半のおっさんです。ノースは学生が着てるイメージで好きになれません。ノース以外の動画を楽しみにしています。あの頑張って作っていきたいなと思います。他もね、ノースですがもうパタゴニアとかも作ったりしてますし、アークテリクスも作ったりしてるので、また頑張っていきたいななんて思ってます。次、はい、次、プリウスアルファに決めた理由は何ですか？プリウスアルファじゃねえんだけどプリウスなんだけどな。次、フォースアベターのシャツがなかなか購入できません。どうすると購入できますか？もうなんか今海外から、うん、材料届かんらしくて作られへんって言ってた、うん、へえ。次、次彼女は何人いますか？彼女というか奥さん彼女のような気持ちをずっと持てる奥さん一人、はい、ありがとうございます、はいはい、次、 YouTube を始めようとしたきっかけって何ですか？なぜ YouTube にしようと思いましたか？別に YouTube じゃなくて、最初ブログやったから、うんうんうん、ブログやってインスタをやってツイッターやって YouTube やってっていう、たまたまそれの YouTube が、まあ、ある程度数字出たっていうだけで、いろいろやった中で全部結果出んって、ここだけ結果出たっていうだけの話でインスタで結果出てたらインスタ俺やってたやろうし、ブログで結果出たらブログやってたやろうしっていう、ただそれだけ。 YouTube に絞ったわけじゃないっていうことです。はい、次、バイク乗っている乗ろうとしている車種、車種だって車種を教えてほしいです。言いたくなくなったらいいんだよ、秘密ですっていう。ああ、そっか、うん、もうちょっと楽しみに、もうちょっと楽しみにしててくださいはい、次、嫁蔵の顔出しお願いします。嫁蔵がいいんやったら俺は全然いいけど、絶対せえへんやろ。絶対しない。二度とせえへんやろな。何が起こってもせえへんやろな。何が起こってもしない。だからまあ、ポップアップ来てもらったり、実際こう不快とかなんかあったりとかした時が唯一、まあ、見れるって言ったら、まあ、おこがましいけど、うん、まあ、おこがましいけど、ね、まあ出してる瞬間よね、うん、だって会ってる人もいるもんね。まあ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 、まあ、見てる人はおるよ ね、君の顔、ね、全然ね、申し訳ない顔全然全然全然、またサードチャンネルでその辺の感想言ってんのやろ。あ、うん、さっき言った、うん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 、だから、まあ、またそれ見てもらったらなと思いますはい、はい、じゃあ行きます。バギーズショーツかバーサタイルショーツ、どっちしか買えないとしたらどっち選びますか？そりゃバギーズちゃう。だってノーパンでも履けんもん。あ、パタゴニアの方。そう、下着いらんねん。けどやっぱバーサは絶対下着いんねんか、うんうん、中にメッシュがないから、うんうんうん、もうだから丸見えやね、うん、隙間からな、うんうん、だからまあバギーズの方がいいんじゃないかなと思う。どっちかしか買わへんやったら。買えないとしたらね、うん、ありがとうございます。では次、毎回楽しみに視聴してます。福岡なのでなかなか参加できませんが、いつも元気もらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、次、おはようございます。拓蔵さんのオフ会行ってみたいです。またお待ちしております。次、はい、ヴィンテージ古着に興味はないことはないけど、ヴィンテージにそこまで興味がない。終わった。終わった。はい、ということで、長い動画にお付き合いいただいてありがとうございました。梅蔵さんもね、はい、ありがとうございました。質問いただいて、はい、まあ、こんな感じで質問コーナーさせてもらって、ちょっと中盤ぐらいからね、疲れて僕目が死んでるかなと思うんですけども、ね、まあ、ちょっとね、これはお許しいただければなと思いますので、まあ、今日はちょっと疲れたんで、まあ、この辺で終わりにしたいなというふうに思います。皆さん質問とかね、いただいて本当にありがとうございました。またお答えできない部分も何個かあると思うんですけど、またそれはね、今ちょっとお話できひんことであったりだとか、まあ、おいおいいずれ分かることであったりとか、まあ、そんな感じなんで、ちょっとお答えできひんかともあったんですけども、まあ、大体はお答えさせてもらったんで、まあ、今回はこれで終わりにしたいなというふうに思います。ということで、本日はですね、2年ぶりに、視聴者さんからいただいた質問に答えてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ペコリー。よし、ありがとう。